はい、今撮ってるんですか。はい、撮ってます。あ、なんか言ってもらえますか。こんばんは、田辺屋です。今リモートで、今日からですね、これちょっと見てもらえますか。はい、見えてますか皆さん。キャリプラが、ウェブ上に行きました。イエーイ。はい、キャリプラがウェブ上に行きまして、東京と大阪のキャリプラが、まあ、インターネット上ですね、その仮想空間で、まあ、いわゆる東京と大阪の2つあったキャリプラがですね、あのネット上でもうワンキャリプラになっていると。で、1日中ずっとあの全員、まあ、この中でですね、東京にいる、まあ、キャリプラ東京にいるエツコと、エツコ、はい、エツコ、はい、ブレブレ、はいはい、で、大阪にいる天神も、で、そして家にいる私もですね、で、日本中にあのいる、まあ、いろんなところからアクセスしてくる学生、それから、まあ、大学職員さんなんかも今日はね、入ってきてくれましたけれど、しまった、こっちに喋ったけどこっちやね、すいません、あので、いろんな企業のね、人事の方、今日もあの化粧品メーカーの人事の方とか、テレビ局のね、人事の方、ここに今日お越しになられましたけれど、それこそ在宅で今その感染拡大防止ということでね、リモートワークしている、まあ、社会人の方とか、家から出れない学生もこのキャリプラ、ネット上のキャリプラで、はい、見えますか、キャリプラって書いてるでしょ、キャリプラって、キャリプラね、ここで個別の相談もできますし、まあ添削とか模擬面接とかね、いうのが、まあ、できるようになってます。なんで私も4週間目ぐらいになりますかね、家から出ずずっとリモートでやってるので、もう外の空気が美味しくて、まあ、もう大阪市内の、まあ、本当に今排気ガス、今赤信号で止まってる車からの排気ガスものすごく吸い込みましたけど、もうそれでも美味しいみたいなね、外に出てないです全然。なんで あまりにもまあ嬉しくて、その動画を撮りましてですね、今日はお届けしてますけれど、そういうわけでキャリプラのいわゆるこう人が集まる場所、イベントの主催者として、まあ、政府からの休業要請ということもありますので、閉めたくなかったんですけどね、東京大阪のキャリプラは一旦そのリアルな場としては、5月までね休業と。その代わりウェブでいつもやれること全部やれますからね、全部やれますので、まあ、学生、これ見てる学生もしいたらね、キャリプラ入ってきてください。入り方はキャリプラのホームページ見たら書いてありますので、新規の利用登録して、手順に従って、進めていけば、ここに入ってくるアクセスの仕方ね、送りますので、またこのウェブ上のキャリプラでお会いしましょう。で、企業の人事の方とか、大学職員の方も、まあ、一回中見てみたいという人がいらっしゃれば、見学の方対応させていただきますので、またご一報いただければと思います。それでは最後にですね、天神から一言。私、皆さん、キャリプラ、ウェブキャリプラでお待ちしてます。では、さようなら。